オクトパスは全長126メートルのラグジュアリーヨット圏海洋調査船。2018年10月15日に死去したマイクロソフトの共同創業者、ポール・アレンが所有していた個人所有としては世界最大級のヨットの一つである。2003年に収益し、アレンが手掛けた海洋探査プロジェクトのほか、科学研究計画や救援任務に 定期的に貸し出されてきた。オクトパスはメインデッキに2機のヘリパッドを持つ。船尾に2機用のパッドと格納庫、船首に1機用のパッドがある。角形船尾には全長19メートルのテンダーボートと揚陸艇を格納する。テンダーボートは全部で7隻装備する。船上には上部甲板後方にプールがある。装備する潜水艇2隻のうち1隻は、 遠隔操作によって潜水振動より大きく取れ、地図検索サービス Google Earth の海洋探査プロジェクトに貸し出されたことがある。喫水の潜測発チにはジェットスキー用のドックを備える。外装はエスペンイノネーバルアーキテクツが設計し、ドクブレーメンのリュール船と同ーキールのホバルツベルケドイツ造船が建造した。内装はベイシアトルのジョナサン・クイン・バーネットが手掛けた。 オクトパスは2003年に建造2008年に改装を受けた。アレンは他に世界でトップ100に入るラグジュアリー用とタトゥーシュと深海研究船ペトレルを保有していた。潜水艇と遠隔操作型無人探査機を搭載するオクトパスをアレンは様々な救援活動や研究活動に貸し出してきた。その中にはパラオーで消息不明となった 航空機のパイロット1名と乗員2名の捜索支援を含む。また、遺棄と化石と呼ばれ、かつては絶滅したと考えられていたシーラカンスを研究する科学者にも貸し出された。2011年1月には南極に向かう途上、搭載するヘリコプターの1機がアルゼンチン沿岸沖の洋上に緊急着陸を余儀なくされた。ヘリは甚大な損傷を受けたものの、 死者は出さずに済み、服装重視が軽承を追うにとどまった。この際、アレンは登場していなかった。2012年、エアドミラル級巡洋戦艦、フットの豪商を国の記念物とするために引き上げようとする英海軍に貸し出した。同艦は第二次世界大戦中にデンマーク海峡の海底2700メートルに沈没しており、豪商の位置は判明したが、 悪天候により回収には至らなかった。2015年3月、アレンが主導する調査チームが日本の戦艦武蔵をフィリピン沿岸沖の渋谷海で発見したと発表した。2015年8月7日、オクトパスから操作したローフによりフットの合称が回収されたと発表された。保存作業の後、2016年に エーポーツマスの王立海軍国立博物館で展示される予定。2017年8月、フィリピン海の水深5500メートルで、米中巡洋艦インディアナポリスの残骸をアレン、ん、率いる RV ペトロールのクルーが発見したと発表された。同じ乗組員が残骸を探索、調査、確認する前回の遠征でもオクトパスに乗船していた。 2018年3月4日、アレン所有の RV ペトロルが第二次世界大戦中にサンゴ海で沈没した米空母レキシントンの残骸をオーストラリア東岸沖 800km 地点の水深約 3000m で発見した。ありがとうございます。